皆さんこんにちは。マリサだぜ。霊夢です。今回はメフィラス星人について紹介していくんだぜ。パート2に続き、今回はパート3になるわね。ウルトラシリーズの人気キャラ、まだまだ登場しているんだぜ。それは楽しみだわ。じゃあ、早速始めるぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。今回はウルトラゾーンに登場するメフィラス星人から紹介するんだぜ。第17、18はメフィラスの食卓に登場していたわね。このドラマではメフィラス星人と地球人が会食を重ねることで、絆や愛情への理解を深めていくという内容になっていて、ツッコミどころも満載だが感動ドラマになっているんだぜ。それは物語の内容が気になるわね。まず地球侵略のため、ホームレスの男性の元に突然登場したメフィラス星人。そしてその男性に誘われて会食を始めるんだぜ。いきなりの登場で直立不動だったのに、あっさり受け入れてた男性すごいわね。食事の際、メフィラス星人はラッキョウを食べるんだが、口が見当たらない上に食べてる咀嚼音が、レベル違いでやかましいんだぜ。食べてる姿は後ろ姿しか映らなかったから、どんな感じで食べてるのかは不明よね。そうなんだぜ。そして地球を渡すよう、男性に交渉を持ちかけたところ、自分は定住していないので地球全体が自分の家だ。お前も帰る場所がないなら好きなところに住めばいい。地球はあんたのものだ。とあっさり言われて、瞬く間に日本を侵略。この男性との会話ではメフィラス星人は言葉を発さずに口元が発光するだけだったけど、テレパシーかなんかで通じ合ってるの？詳しくはわからないが、なんか通じ合っているんだろうな。以心伝心だな。すごいわね。その後、メフィラス星人は男性が語っていた、食事は一人より誰かと一緒に食べた方がうまい、という言葉の意味を理解すべく、男性に譲ってもらった食卓に弁当を捨てた若者や、総理大臣を瞬間移動で呼び出して共に食事してみるんだぜ。発想がすごいわね。しかし、彼らの身勝手な言葉や綺麗事を並べる言葉に不快感を抱くばかりで、男性の言葉を理解することができなかったんだぜ。若者との会食で、生きていくのに他人など必要ない。周りも俺を必要としていない。といった発言に対し、メフィラス星人が、全部他人任せな君と食べる食事は偉くまずい。君が生きている環境も食べ物も、服も君でない他者が作ったり、維持してきたものばかりではないのか？と切り返したところは正論すぎてびっくりしたわ。と正論だったよな。そして次は赤ん坊とその母親を呼び出したんだぜ。最初、赤ん坊だけで登場してきたから、またおなじみの子供ターゲットで、どうやって会食するのか突っ込んでしまったわ。赤ん坊にもラッキョウ食べさすのかと思ったら、ちゃんとミルク用意してて感心したんだぜ。メフィラス星人のおもてなし精神見習いたいわ。そしてその会食時に母親が食事をすることを拒否、自分だけが食べても仕方ないことを、メフィラス星人に伝えるんだぜ。他の二人は食べたのに、母親は拒否したからメフィラス星人は理由を尋ねていたわね。そうなんだぜ。母親は自分の命よりも大切なものは家族で、そのかけがえのない家族がお腹を空かして待っているのに、自分だけが食べることはできないと言うんだぜ。メフィラス星人はまだいまいち理解してなかったわよね。そうだったんだが、母親の本来、生きるために必要なものを分かち合う。それが食事なんだと思うんだけど、一人でいる時には決していられない絆のようなものを感じるから、の発言で、あのホームレスの男性が言ってた言葉の意味を理解できたみたいなんだぜ。食事は一人より誰かと一緒に食べた方がうまいという言葉は、かけがえのない家族との食事にこそ価値があるっていう意味があったってことね。その通り。そして母親はこの会食を行った食卓に見覚えがあったらしく、その裏側には子供の書いた落書きで埋め尽くされていたんだぜ。もともとこの食卓の裏側にはパパ大嫌いの文字が書かれていたわよね。そうだな。メフィラス星人は食卓を男性に返却するため、再び男性の前に登場。男性の言葉の意味に気づいたこと、自分にも兄弟がいることを話すんだぜ。この時、男性からラッキョウをプレゼントされていたわね。そうだな。そして男性は返却された食卓の裏側に、パパ大好き、帰ってきて、という新たな落書きが加えられていることに気づき、まだ家族とやり直せるということか、と泣き崩れる男性をメフィラス星人が見つめるところで、物語は終了するんだぜ。これは累戦崩壊してしまう物語ね。いい話だから熱く語ってしまったんだぜ。ここで登場したメフィラス星人は初代とか二代目に似ている気がするんだけど、違うの？劇中でも兄弟がいることや、ラッキョウを好んでいる場面があるから、
そんな気がするんだけど詳細は不明みたいなんだぜ。皆さんはどう思うかしら？コメントよろしくなんだぜ。そしてまだ見たことない人はぜひチェックしてみてほしいんだぜ。おすすめだわ。この物語以外にウルトラゾーンでは、第2話のミニコーナー、怪獣イングリッシュにて自己紹介例文や、第4話のアイキャッチにて、鏡の前で耳の窃盗を気にする姿が書かれているんだぜ。気になる人はそちらもチェックね。次はウルトラマンオーブに登場するメフィラス星人を紹介するんだぜ。第6話ハイラズの森、第9話偽物のブルース、第10話ジャブラーシスに登場していたわね。ここで登場しているメフィラス星人は、メフィラス星人のストラと呼ばれており、侵略宇宙人たちの連合組織、惑星侵略連合のリーダーなんだぜ。お偉いさんなのね。見た目は初代や三代目とほぼ同じ。マントのようなものを羽織っているのが最大の特徴なんだぜ。マントが加わると一気にボス感強くなるわね。圧力感じるよな。性格も見た目通り、ボスらしい厳格さ。部下たちからは偉大なるドンノストラと呼ばれ、厚い信頼を置かれているんだぜ。人望があるのね。ノストラ自身も部下のことをファミリーと呼んで大切にしているようだが、命令に背いた者は容赦なく処刑しようとするなど、冷酷な一面も持っているんだぜ。部下はノストラに逆らえれない雰囲気が若干あるのね。もしかして惑星侵略連合、ブラック企業？ホワイト企業には見えたことはないな。時間外労働もありそうだしな。そうね。またこのノストラは予想外の事態が起こると、劇場をあらわにしたりもするんだぜ。ヒステリックな上司は大変よ。そうだな。劇中ではウルトラマンベリアルのウルトラフュージョンカードを所持しており、ジャグラーが持つ魔王獣の怪獣カードを入手するための切り札となっているんだぜ。そうなのね。第9話偽物のブルースでは、ババルー星人ババユーにウルトラマンオーブと人間の絆を壊すことを命令。だが、野良怪獣であるテレスドンの出現という予定外の事態が発生し、指示をこうババユーに自分の身は自分で守れと苛立ち気味に命じるんだぜ。出た予想外の事態に感情のコントロールが狂ってくるパターン。その後、いつまで経っても破壊活動を行わないババユーに苛立ち、破壊活動再開を命令。人間に情が移ってしまっていた彼が離反の意思を示すとジャグラーにケルビムを放たせ、処刑しようとしたんだが失敗。これにより、ジャグラーには侵略飛行の時代遅れを指摘されるんだぜ。その言葉は精神的にダメージきたんじゃないかしら。そして第10話ジャグラーシスでは、ベリアルのカードを報酬としてジャグラーにオーブの抹殺を命じ、その対決の隙をついてナックル星人ナグスにジャグラーを暗殺させ、魔王獣のカードを奪うという策を実行するんだぜ。そうなのね。ジャグラーを倒して魔王獣のカードを手に入れたかに見えたが、生きていたジャグラーに目の前でナグスを惨殺されて同様、グリップビームを放って抵抗したものの自身も惨殺され、ベリアルのカードも奪われてしまったんだぜ。あれま、負けてしまったのね。そうみたいだな。次はウルトラマンルーブに登場するメフィラス星人なんだぜ。第18話、明日なき世界に登場。確か、宇宙に向けての放送番組、NPTV のディレクターってポジションだったわよね。そうだな。番組視聴率の低迷に伴い、上司のチブル星人から視聴率を取らなければ、番組を打ち切ると告げられてしまうんだぜ。ザラブ星人と頭を悩ませていたわね。しかもあのメフィラス星人がですよねー。って低姿勢でペコペコしてたわよね。ちょっと感情こもってなさそうな感じの態度が親近感あるよな。そしてまず視聴率獲得のためメフィラス星人やらせを提案。相変わらずノズルがしこさだったんだぜ。だが視聴者から抗議殺到。これにはさすがに上司から指摘を食らってしまっていたわね。そこでメフィラス星人は、鈴木という地球人に化け、宇宙人の間で大人気の T シャツ、宇宙 T シャツを販売する港を潮にスポットを当てた、ドキュメント番組、熱湯情熱惑星の制作を開始。上司からもドキュメンタリーを求められていたわよね。制作当初は珍妙な企画を提案するザラブ星人に、ドキュメンタリーだからとツッコミを入れていたが、牛尾がウルトラマンロッソとウルトラマンブルの父親だと知ると、手段は何でもありって発想に変わり、ザラブ星人を港朝日に化けさせ、牛尾を誘い出し、地球爆破爆弾を仕掛け、牛尾に解除させ、その様子を中継しようとするんだぜ。この現場にピンチを感じた息子二人が駆けつけていたわね。そうだな。駆けつけた二人に対しメフィラス星人が、本物か偽物かなんて関係ないんだよ、人生はショーだ、数字さえ取れればそれでいいんだ、と主張し出すんだぜ。あれ？ドキュメンタリー番組じゃなかったかしら？言ってることが矛盾してるわね。本心だろうな。
そして番組を盛り上げるために自ら巨大化し、ロッソ、ブルトの戦闘突入。なんでもありね。戦闘では破壊音波クルーエルウェーブや開口線パルムショッカーで苦しめるが破られるんだぜ。その上、地球爆破爆弾が偽物であると発覚し、やらせ番組と見抜かれてしまうんだぜ。結局ドキュメンタリーではなくやらせ番組だったのね。最後はトリプルオリジウム光線を食らい爆散したんだぜ。そして劇中ラストでは制作した、熱湯情熱惑星が放送されているんだぜ。そうなのね。ちなみにこのメフィラス星人は、劇中ですでに登場していたウルトラマンルーブに変身されることなく、カラータイマーが点滅する前に倒されてしまったんだぜ。歴代最弱なんじゃないかしら？そういう意見もあるな。強化形態がありながら通常形態で倒すのは、メビウス以来約12年ぶりなんだぜ。またザラブ星人を従えていたのも、初代以来51年ぶりみたいなんだぜ。これはすごいことね。このストーリーはコミカルで面白い場面がまだまだあるからチェックしてみてほしいんだぜ。深い頃は、もっと無茶してたんだとか言ってたりしてる場面もあるから気になる人はチェックよ。今回はフィラス星人パート3だったんだぜ。実はまだメフィラス星人は登場しているんだぜ。大人気キャラはさすが登場回数も多いわね。続きはまた今度ってことね。そうだな。他にもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。